こんにちは、まやです。ご視聴ありがとうございます。今日は2種類のマーブルのやり方を紹介します。最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。使用したアイテムはこちらです。ブランドなど詳しくは概要欄をご確認ください。はい、ではまず緑のマーブルの作り方です。このマーブルで使用するカラージェルはこの2色です。今回は緑と白を使用しましたが、何色のカラーを使っても応用可能なので、お好きな色で試してみてください。ではまず緑を全体に塗っていきます。今回はネイルチップを使っているので省略していますが、実際の爪にするときはベースジェルを先に塗ってから始めてください。この後に色を重ねてマーブルを作っていくので、この時多少ムラがあってもあまり気にしなくて大丈夫です。全体に塗れたら仮硬化します。仮硬化は LED で5秒から10秒、 UV だと約10秒ほどです。硬化が終わったら次はもう一度緑をのせます。今度は全体にではなくて2箇所くらい角の対角線上に置きます。次にそのままライトには入れずに白を少しだけ筆に取ります。筆先にほんとちょびっとだけつけます。それを緑のすぐ近くにのせていきます。白をのせたら次はお餅のクリアジェルを多めに筆にとって白のすぐ下に置きます。それを置いたら筆はそのまま拭かずに白と緑の境目あたりをその筆についたクリアジェルを使ってなじませていきます。この時に混ぜすぎてしまうとせっかくの白が緑と完全に混ざってしまうので、混ぜるというよりは白を広げるという感覚に近いと思います。なんとなく天然石っぽい感じをイメージして作っていきます。なんとなくいい感じになったら仮硬化します。これだとまだ奥行きがいまいち足りないので、もう一回クリアジェルを全体に今度は塗布します。でクリアジェルを全体に塗ったら今度はと細い筆を使って白いラインを描いていきます。このライナー S 使って白を少しだけ取って、で細い線をスーッと何本か描いていきます。この石の割れ目みたいなのを意識する感じでちょっと足します。白のラインを描く前にクリアを塗って爪の上で線を混ぜることで、あえてムラを作って天然石にあるような奥行きを表現することができます。
たらまた仮硬化します。で、出来上がりがこんな感じです。そしたらトップコートを塗って、で、今度はトップコート塗った後は30秒、 LED だったら30秒、 UV ライトなら1分、しっかり硬化します。はい、硬化して完成です。完成したのこんな感じです。爪にのせる、こんな感じです。では次の跡いきます。続いて紹介するのはこちらのプレスト5番を使ったデザインです。使うカラージェルはこれ1色だけです。とパールホワイト使っていきます。まず全体に塗って仮硬化します。パールのカラーはムラになりやすくて1色塗りをするのが苦手な方も多いと思います。このアートはそんな人におすすめのアートです。硬化が終わったら次はさっきより少し多めにカラーを取って全体に塗っていきます。塗り終わったら次はこのドット棒を使ってアートをしていきます。ドット棒を持ってない方は爪楊枝とかでも代用できます。ドット棒を使って表面を優しくくるくるくるっと撫でていきます。終わったら硬化します。硬化が終わったら次はトップコートを塗ります。少しボコボコしているのでトップコートを多めに塗って表面をつるっとさせます。硬化が終わったら次はミラーネイルでデザインを足していきます。まず表面にバフをかけます。その後エタノールでしっかり拭き取って粉を落とします。拭き取りが終わったら次はチャームオンのワイプジェルを使ってデザインを描きます。このジェルはミラーネイルのデザインを描く他にもストーンをつけるときにも使えるジェルです。筆はリーフジェルのライナー S 筆を使用します。固めのもったりとしたテクスチャーのジェルなので筆先にたっぷりと取って爪に置いたらそのまま糸を引っ張っていくような感じで描くと細いぷっくりとした線が描けます。ミラーパウダーをつけるときは未硬化が残っているとパウダーがちゃんとつかないことがあるので今回はしっかり30秒硬化します。硬化が終わったらゴールドのミラーパウダーをつけます。今回私が使ったのはシャレドアのパフスティックミラーというペンタイプのミラーパウダーです。周りについた余分なパウダーを払ってからもう一度
さっきのクリアで線をなぞります。線をしっかりなぞったらもう一度硬化します。はい、これでトップコートを塗って終了です。はい、できました。ミラーパウダーの位置を変えて2種類作ってみました。どんどんアレンジしてみてください。はい、というわけで今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。